菅沼達吉大正4年5月3日は、明治時代の実業家。旧姓、第二高校教授権社官、日本銀行、大阪市長を経て、実業家となり、大阪伝統の重役党を務めた。三男に、俳優の森重久也がいる。江戸時代の幕府を埋め付け、森大二郎の次男であり、後に、菅沼家の養子となった。幕末の奥樹者。 鳴島し北はおじいにあたる。父、森大二郎と鳴島し北は、松本家の出身の兄弟であり、それぞれ森や鳴島家の養子となっている。大きな海産物問屋の子女の馬詰愛好との間に三子を設けた。実業家の岩崎久也と深い信仰を持っていたことから、末っ子の三男の名前は久也となった。しかし、 自身が五十四歳の時に死去したため、長男は母方の実家の馬爪屋を継ぎ、次男はそのまま菅沼家を継ぎ、三男、久屋は馬爪型の父の姓を継いで、森重家の養子となっている。辰吉にはこれ以前に精妻がおり、その間には、長男、長女、次女、次男の二男二女を設け、合わせると七人の子がいる。 馬ま愛好との三子は、長男、馬ま博めで、共産党に入って、中国に渡り、戦時中に、満州の縁吉で病没した。次男、菅沼俊也は、1964年、東京オリンピックの招致活動をした後、1982年に、亡くなった。三男、森重久也は、満州電信電話の放送局に勤務した後、俳優となって、後に、 文化勲章を受賞、没後に国民栄誉賞が授与された。馬詰愛好とは生涯入籍することはなかったが認知していたため子供たちに菅沼姓は与えていた。ありがとうございます。